はい、どうもお疲れ様でございます。岸田総理が 決断されました。総合経済対策に20兆円強、需要不足上回る国費を投入するそうですね、えー。政府与党が物価高騰対策を柱とする経済総合対策に20兆円以上の国費を投入する方向で調整に入ったことが分かったということでございます。単純に言うと、電気代とかガス代の負担軽減とかね、観光需要の喚起として、また子育て支援などを盛り込んだ私たち国民にはありがたいばらまきではあるんですけども、ところがね、最後の方を見てください。 自治体や企業の支出を含めた事業規模はさらに膨らむ見通し国,債分の国費分の財源は21年度の予算の使い残しは22年度税収の上振れで数兆円を確保するが 大半は赤字国債の発行による借金で賄うというね。あまあ、このね、借金で賄うっていうのと、国債発行っていうのと、イコールにしてるところがここに行くらしいですよね。これ財政出動であり、通貨発行だっちゅうのに、ね、何を考えてるんでしょうか。まあ、これにね、記事を見たかどうかわかりませんけども、ガーシー議員もやめなはれと言ってますよね。はい、ということでどういうふうになるんでしょうか。